川添義行は、日本の工学者、東北大学名誉教授。スーパーコンピュータによる、計算材料学研究者。名誉教授、ドットコム代表取締役。東北大学金属材料研究所教授、同情報シナジーセンター長、同金属材料研究所、計算材料学センター長、NPO 法人科学協力学祭センター長。 中国伏炭大学顧問教授、アジア計算材料科学コンソーシアム組織委員長、ナノ学会会長など歴任。宮城県仙台市生まれ。東北大学理学部卒業、東北大学大学院博士家庭修了、理学博士。材料を設計専用のスーパーコンピューターを多くの利用者に使いやすく設定するという業務に取り組む。 同大客員教授のビジェイ・クマールとは共同で、第一原理シミュレーション計算により、フラーレン型シリコンの実在を予言。また、バージニアコモンウェルス大学及び、北京大学との共同研究では、片側だけを水素集団したグラフェンが、炭素原子1個につき、0.5ーア事故の、教授生態となることを予言した。近年では、時世の根源解明にも成功。 7年間の歳月を費やし、米国の理論物理学者、ジョン・クラーク・スレーターの導き出した、時制原理は必要条件である、ビリアル定理を満たしておらず、全くの誤りであることを実証した。そして、これらの成果を生み出した、研究の基盤となっている、第一原理プログラムトンボを開発する。現在は、独シュ者などと次世代自動車用材料設計の、 共同研究を実施している。学会活動では、アジア地区の計算材料学の発展を願い、アジア計算材料学コンソーシアムを創設。これまでに10回以上の国際会議を開催し、アジア地区に定着した国際研究者集団を形成するまでに至っている。一方、国内では、ナノ学会の立ち上げにも関わり、ナノバイオロジーの活躍も導き出した。 社会活動では、NPO 科学協力学祭センター及び、日本語教育 e ラーニングセンター設立にも関わり、理科離れ防止や日本語を世界に広めるため、国内外の若い人材育成に寄与している。中国美和の大明東の講演会長にも就任する。趣味は、クラシックギター、カエルグッズ収集、ガーデニングなどで、クラシックギターで、 東日本大震災のチャリティーコンサートを行った。また、ルーローの三角形を使用したラジコンを作るなど、様々な分野の研究を行っている同人の、これまでの研究は、東北大学大学院生及び教養部助手時代の、原子核物理学、同情報処理教育センター助教授としての計算機、教育分野、及び、 同金属材料研究所教授としてのスーパーコンピューターを用いた新材料設計と非平行形材料データベース構築提供と後半にわたるものであるこれらのうちでも特筆すべきものを挙げる原子核による電子散乱理論の高度な計算プログラムを作成して実験家との共同研究を行いその成果を公表することにより本学の成果が 世界に知られるようになった。計算機を用いた教育管理システムを構築し、教養部全学生に対して国内初の大規模情報処理教育を可能とし、実際に多人数教育を担当した。仏教文献の自動認識によって科学的な仏典の比較研究法を確立し、仏教の本質に迫る成果を出すことに寄与した。世界で 初の非平行材料データベースを構築し、著名なランドルと、ボーンスチンシリーズとして出版した。スーパーコンピューターを用いた超大規模シミュレーション計算により、新規材料設計開発を行った。時世の根源を解明し、これまでの標準的な教科書が誤っていることを正した。これらの研究成果に対し、東方学術省、 科学技術情報センター学術賞、ザケン・フランシス・アワード、日本金属学会学術功労賞、IBM シェアード・ユニバーシティ・リサーチ・アワード、日本金属学会学術貢献賞、アクセムズ賞等が授与されている。以上導入は、物理の基礎理論に基づいて幅広く、計算機シミュレーションによる、材料研究を進め。 基礎と実用化の両面で顕著な研究成果を上げてきた。また、科学的研究手法を文科系の研究テーマに適用して新たな研究方策を確立するとともに、情報処理教育の抜本的改善法に寄与した。それらの研究成果を原著論文950件、国際会議発表858件、国内会議発表1388件、 講演494件、著編、役所80件、公開特許12件、新聞記事151件、テレビ放映5件等で発表、出版し、その研究成果は、国内外の研究者から高い評価を得ている。ナノ学会会長、NPO 科学協力学祭センター代表理事、スーパー SINET、推進協議会員ナノテクノロジー部会部会長、 JST 科学技術振興調整費審査部会委員、ナノテクノロジー文化会委員長などを務め、計算機シミュレーションによる、新材料設計研究分野から、ナノテクノロジー一般の発展のために、大きな役割を果たした。さらにアジアンコンソーシアムフォーコンピューテーショナルマテリアルズ、サイエンスを創立し、その発展に、多大の努力を払い、現在では、アジアに止まらない。 この研究分野の重要な国際会議に育て上げた。その功績により、アクセムズ賞を受賞、また、インド材料学会名誉会員に任じられた。東北大学 CIO 補佐官、文部省私学委員、文部科学省科学技術、学術審議会専門委員、地球シミュレーター、民間利用課題選択委員会委員長、日本金属学会東北支部長等を務め、 研究組織の運営面でも積極的に活動した。また導入は、マックス・プランク研究所研究員、カリフォルニア大学バークレー校客員教授、オーストラリアウェーケ客員教授、福丹大学及び、西南市販大学顧問教授、南京大学客座教授、東京大学、北陸先端科学技術大学院大学、京都大学、国立情報学研究所、 東北学院大学を、はじめ多くの大学の平壌、兼任非常勤講師等を務め、国内外で、教育研究活動にも、積極的に寄与した。特に、計算機シミュレーションによる、新材料設計分野からの社会貢献に強い、関心を示し、実験家や企業との共同研究で、可見費、NED を、JST の大型プロジェクトに、数多く採択され、 それらの研究成果の実用化も行われている。2013年にはロシアからメガグラントのリーダーに選出され、年間1億円程度の教育研究費を3年以上に渡って提供を受け、ロシアの教育に貢献している。2015年には北京大学の大前教授とともにグラフェンの一つのバリエーションとしてペンタグラフェンを発見し、 スーパーコンピューターの計算により平面構造のペンタグラフェンの存在を見出した。また2020年にはスコパスで東北大教授として最も多くの文献が掲載されるに至った。EV、HEV の普及に伴いモーター用磁石に使用するレアアース代替材料の開発効率的な電力発生を可能とする向き 有機半導体材料の開発効率的な無線充電、無線電力電装を実現するための高性能な自生体の開発スマートフォン用タッチパネルに使用する安価な透明電極材料の開発対応電池からの電圧変換効率を上げるトランスリアクトル用自生体の開発熱の有用エネルギー化を可能とする熱電素子と高効率な熱電導材料の開発 ガンブイの早期発見や、ドラッグデリバリーなどのための医療用、バイオテクノロジー用ナノ粒子開発水素急増などのエネルギー貯蔵、輸送材料とガス分子分離材料の開発、超電導材料、原子炉用材料、グラフェンなどのナノ炭素系材料やポリマー系材料の開発 PET 用などの放射線計測用、結晶材料の開発、読売年間2016年版。 P403 川添え。吉幸、電子産卵による原子核の高い冷気状態の研究、理学博士論文、高大1915東北大学、1975年3月25日。0度5000億37万6078。グラフェン教授性過半水素化で、特定安定東北大スパコン使い、確認日刊工業新聞。 ユニファイドインタープリテーションオブフント、S ファーストセカンドルールズ法に P&3、P アトムズ J、ケム、サイズ、133ピアニッシ六1641万1301から1641万1319、高行き山田、ケンタ本郷。吉行川河津屋&、広し安原三角タイヤのラジコン、走行滑らか、仙台、自動車フェスタ、 河北新報、ボンゴの経典データ入力朝日新聞シリコンでも、フラーレンスパコンで発見超微小新素材開発に、同河北新報五角形のグラフェン、発見東北デバイス産業新聞吉行。き。川添え、日本語、スコパスの東北大教授文献検索件数。 https://commons.wikimedia.org スラッシュ wiki スラッシュファイルスコパス川添え pdf 2020年6月5日閲覧東北大学蛍光ナノ粒子を用いた新しいん診断法を開発患者への負担を大幅軽減日経ナノテクノロジーニュース記事学者の知恵や経験をコンサルに活用仙台に 会社設立、優勝で助言、河北新報ニュース。ありがとうございます。